本当にそこの台湾人のアイデンティティを調べるためにどん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 世界史を掘り下げていくようになって、でそれのルーツ、アジア的な原点が今ここにこの三部曲の中にあるんじゃないかなというのが見えてて、なんとかあの皆さんの協力でこの台湾三部曲の400年前の世界を作れるように、よろしくお願いします。